はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2018ペナントレース、パリーグ公式戦のソフトバンク3回戦目ですね、やっていきたいと思います。でオーダーは確認していきましょう。先発ピッチャーは調子は良さそう、杉浦くん。コントロール D、 スタミナ D、 変化球がすごいね。でハンマーくんがちょっと絶不調か。絶不調はなんかオフとかにした方がいいのかな。そう、オフに組み込むっていうのができないな。なんていうの、そのオフ4人にできないんだけど、人を入れ替えないとダメか。じゃちょっと D 田中と入れ替えておこう。ピッチャー陣なんか調子いい人はそれなりにいるね。でスターティングオーダー的には、まあスターティングオーダーはいつもの感じでいって、調子のいい人たちが揃ってるんで、多分監督が勝手に変えてくれるでしょう。 OK、 これでいきます。ワンダーとかね、しょっちゅう変えられるからね、途中で。ブルースタジアムです。高校チーム対福岡ソフトバンクホークス、3回戦の模様をお送りいたします。高校チームの先発はルーキーの杉浦、対するホークスの先発は右のバンデンハーク。この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。ルーキーの杉浦登板です。今日はどのチームピッチングを見せてくれるのか。あ、一勝してるんだ。確かにね、変化球がすごいと使いやすい気がする。あ、火中持ちだ、いいね。スローカーめっちゃ曲がるよね。これで追い込みました。投げました、外れた、ボール。第4球を投げました。もうスタミナがね、 D だから。第5球投げました。テンポのいいピッチングをやっていきたい。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番今宮。第9投げました。いつも4割超えだな今のところ。まあミート D あればな、それなりにでかいからな、パワーも C あるし。第3球を投げた、見送ってボール。投げた、オーケー。バッターは3番出た。いきなり回ってくるからな。第9投げた、ちょっとこれは危ない危ない。第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、ボール。第4球を際どいところに外れた。あー外れたかー、しまった。スリーボールまで投げました。おお、ちょっとこれは怖い、本当に怖い。第9投げました。初球はストライク。対左。さあ次の投球、バツか。バツっていうか今そういうカテゴリーじゃないけど、どう、雪無理。ボールは中継。内川いいバッティングを見せた。いや、まだここで抑えれば全然大丈夫。第2球投げました、バッターの足元。第3球ボール。さあ4球目、スローカーブ打ちました。取れるか、無理か、ファールだね。入りました、ファール。さあ投球は5球目、これは打ちました、ライトへの打球。大丈夫大丈夫、 OK。 取ってこれで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。見事に打ち取った。ほい。杉浦ツーアウト1、右のバンデンハーク。バンデンハークに上がります。1回の裏、高校チーム攻撃に一発持ってる。投げました、ストライク。ナックルカーブ、まずは見送りました。球速みんな速いな。打った、打球はセンターへ、センター前。さてさてさて、ナイスバッティングです。ただな、相手の肩もすげえんだよな。牽制してくるね。もう1回、おー、めっちゃ警戒してるね。まあ普通に行くか。失投。いけるか、走れ、お前なら走れる。三塁です。と高三郎、いいバッティングを見せました。高校チーム先制の、間違えた間違えた間違えた。なぜか振ってしまった。強振にして、まあ最低でも犠牲フライをやりたかったけど、まあ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 1点1点そこでたぬきくんが打ってくれれば、低めボール。1回にいきなり2点取れるからな。投げた。ダメ。
これは平凡なレフトフライ。レフト前に出る。取りました。これで3アウト。まあでも失投が絡んでの1点、うまく取れましたね。トップバッターは松田。第2球投げた、見送ってストライク。さあテンポよく行こう、テンポよくで、スローカーブ、いいねー。バッターは7番中村。第9球大丈夫か、宇宙間へのフライ取れる、よし。これで2アウト、ランナーありません。球数はなるべく少なくいきたいな。初球空振り。第2球投げた、これはどうだ。いいね、ライト忙しいな今日。取ってアウト、3アウトチェンジ。杉浦3人でピシャリと抑えています。2回の裏、高校チーム攻撃に入ります。クリーンナップがちょっと調子悪いか。インコース高め、まあ、ゼフ長じゃなければね、もうゼフ長になるとね、特能も消えるんで、そこがきついですよね。投げました、打ちました。ダメだ。左川島掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト。左バッターボックスは昨日。第9、ここはミートを開いていく。投げました、初球から打ってポテンになるかな。取りました。おお、取られたか柳田。お前は左バッターボックスは、ね、守備 D だったからね。投げました、見送ってボール。1球入魂。第2球投げました、打った、抜けた。そうサンタちゃんはサンフランシスコ、ナイスバッティングです。意外に打つ。左バッターボックスは8番ユキ。第9球打ちました、初球打ち。ここのこれはヒットになります。女性組走るか、 C なら三塁も狙えるはず。狙ってこう、もうユキいいバッティングを見せました。で、脇谷くんはチャンス持ち。初球打ちました。ライト前に、ライトに出てしまったか。2アウト1塁3塁のチャンスでしたが、得点には至りません。2回の裏、ホークス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは甲斐。第2球決まった、ストライク。これで追い込みました。3球で仕留めたい。欲を出しすぎたけど、二遊間は鉄壁。打順をトップに帰って川島、最初のバッター。スローカーブから入るか、久々に。さあ次の投球、直球ストライク、インローへ。簡単にツーストライクと追い込んだ。投げた、アウトコース。いいね、空振り三振。高めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球初球シュート。おお、こういうの振ってくれるとすげえ助かるんだよな。初球空振りから第2球、またも空振り。追い込んでから第3球。さあポンポ行こう。打ちました、1球外した方が良かった。今宮ナイスバッティングです。さあ2アウトからで柳田か、やだな。今宮は足投げた、ストライク。早いな。投げた、2球目ストライク。これで追い込みました。三振のとこちょっとこれを外すからの、外いっぱいのスローカーブ。もう外角低め、外れたか。インコース低め、よーし。空振り三振。杉浦3番がうなります。3回の表が終わって1対0、高校チーム1点リードは変わりません。高校チームこの回1番からの高打順になります。さて1番バッターワンダーから。投げました、初球打った、センターへ持っていった。今日はワンダー意外に打つな。あとは走るかどうか。左バッターボックスは2番玉三郎。投げました、ウエスト警戒はしてるね。やっぱり一塁牽制、タッチセーフ。第2球送るか、投げました、ストレートはもう外角高め。投球はこれから3球目。ちょっと待って、ストレート一塁しまった。これがあるから、これがあるから、盗塁なんかな。もうチャンスを潰してしまった。難しいよ盗塁とか。打ちました、ライト前進、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。結局2アウトランナーなしにしてしまった。打った、流し打ち、取ってこれで3アウトチェンジ。なんだかんだで三者凡退だし。お送りしております高校チーム、試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは内川、投げました、ストライク。タイミング合いません。投げた、ラストした、もうマジか。入れば同点だ。伸びた、伸び、入った入った、ホームラン。今シーズンど真ん中失投はね、失投だったでしょうか。完璧に捉えられました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。いやー、さすがというホームランでした。イエーイみたいな。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。
バッターは指名打者。あれだよね、コントロールが高い方が失投する確率が少ないんだよね。第3球を投げた。コントロールがねすげえいい人とかいないからね、失投が怖いんだよね。だから宇宙間へ持っていきましたが、F とかになるとね割と失投してくるから。杉浦君は D だからさ、まあ、たまにっていう感じだけど。アメリカ抜かれたな。ちょっとここは踏ん張れるか。高校チームピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。バッターは7番中村。ただ下位打線一打負け越しのピンチを迎えています。いいや、抑えられる。インハイに送ってストライク。一つ外したボール。もう一球外そう。投げた。もうそこからの第5球スローか。投げました。打ちました。ゲー狙い打ちされてる。レフト前クリーンヒット。ボールは中継。中村ナイスバッティングです。高校チームなおもピンチが。ワンアウトランナー1塁3塁となりまして、上林。こっちたださ、ホームラン1本打ってんじゃん。てか C あるし、パワー。さあ次の投球、2球目空振り。少し迷ったか。投げました。三振プレイ。第4球はよーし、空振り三振。先ほどのプレイです。ナイス。右バッターボックスは9番海。最初のバッターボックスはめちゃくちゃ打ってないな。ミート F だからね。しかもチャンスも F。ただ対左が B か。シュートを外に逃がそう。一つ外してボール。第4球をストレート。打ちました。粘っては来るね。次は5球目。よし。いやー、ピンチ脱出した。4回の表が終わって1対1。杉浦とうとう打たれてしまいました。まあしょうがない、それは。4回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは DH の第1打席はレフトフライ。あっと、これは上がりすぎたようです。センター前進、落下点に入った。掴みました。これでワンアウト。ランナーどっかでホームランがな1本出てくれれば。最初のバッターボックスは内野ゴロに。初球から狙っていこう。投げました。初球から打ってった。センターの右にボールが上がっている。取りました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは6番昨日。第1打席はセンターフライに倒れています。昨日はどうする。まあ塁に普通に出るか。打ちました。初球打ち。あ、取られる。ゲー、やらなきた。お前は。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。でも守備 D っていうのはさ、そのプロ野球選手的にはどうなんだろうね。この回は打順よく1番からの攻撃。どれがこの標準的な守備なんだ。あ、この人まあ上手くもないけど下手でもないよねみたいなのがどのラインなのか。センターへの打球ヒットになります。川島いいバッティングを見せました。ちょっといきなり打たれてしまったな。川島か、走ってくるか。外角高め、直球は外れてボール。投げた。打った。これゲッツいけるか。ユキセカンドホーサー。みやびちゃんオッケー出た。まあ、ただ最近は柳田にそこまで打たれてるわけじゃないからな。投げた。一戦目はもうほんとボコスか打たれてたけど、柳田対策何もやってないけど、とりあえず柳田対策はもう大丈夫。高校チーム攻撃に入ります。トップバッターはサンフランシスコ。投げました。で、宮城ちゃんは意外に打ってくれる。能力の割にはなぜか打ってくれる。打率めちゃめちゃいいよねこいつ。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは8番ユキ。第9投げました。ナックルカーブ見送ってボール。まずはインロー。まあ、ただ C は走れないよな。一塁牽制球を送ります。牽制されたら。第2球投げました。ストライク。膝元厳しい球でした。いいとこ投げるね。第3球を投げました。流し打ち。今なんか言ったよね。スタンドに入りました。音声付きだから。ユッキー音声付き。あ、低めの球、見逃し三振。絶力ストレート。第9投げました。見送ってナックルカーブやだな、ほんとやだ。初球ストライクから第2球ボール。めっちゃナックルカーブ投げてんな。第3球を投げた。おお、当たるかと思った。まあ、当たってもよかったんだけどね。ジョワキア君には申し訳ないけど、体のことなんか全く考えてないから。よく見た。フォアボール。高校チーム1打。よし、ワンダチャンスは A。 ボール。まずはインコース。サンタちゃんがな、 C だからな、走力。帰ってこれそうではある。無理だ。噛みました。
これで2アウト、ランナーは1塁2塁か。玉三郎くん第9投げた、初球落ちました。これも上がってしまったな。取ってアウト、3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。2塁までランナーを進めましたが、高校チームピッチャーを交代。リリーフなんで結構調子良かったのに。この回のトップバッターは内川。うちの監督結構変えんの早いよね。まずは出てきました。それぶった切りなんだ。第3球を投げました。直球見送ってストライク、追い込んでいます。次が4球目、シュート投げました。流し打ち、どうだ。これ切れる。おお、怖え。ぶった切ろう。投げました。変化球、オッケー。135キロマックスで落ちてくんだ。なんか前もそんなこと言ってたな。ロゼルージュみたいな感じだなみたいな。最高速で落っこってくんのすごいよな。1対1だから、もし今の状態で点が入って勝つと清光くんが勝利投手になるってことか。第9、なんかすげえ手をくねくねさせてんだけど、この人まずは決めてきました。そんなんで打ちやすいの。ゲッ、やばい。むしろ負け投手になるかもしれない。ボールは中継、抑えよう。ツーアウトだ。中村ツーベース。高校チームピンチを迎えます。では上林くん、上林。1球目ストレート空振り、タイミング合いません。対左抑えられる。打ちました。よし、オッケー。タイピンがあるからね、こいつ。見事。ピンチヒッターはリッキー。お、ピンチヒッターリッキー。第9狙っていこう。パワーはある。一発ピョッと真ん中来ないかな。高めボール今の、そうだよね、ボール球だよね。に入りました。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名先に。今日はレフトフライと。選手点を上げる。スライダー。第2球打った。やばい、今日はたぬきくん最近ちょっと打ててないな。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは5番クニ。今日はいや、ただ狙ってくよ。センターフライ、完全に外れた。ボール。第2球投げました。打った。ダメか。打ち返した打球はセンターへのフライ。取ってこれで3アウトチェンジ。だいたい後半に、ね、なるとね、試合が動くからね。ここは守備をなんか知んないけど、代打は明石。代打出してきたね。9番バッターかってことはピッチャー交代か。もう初球空振り。明石くん別に何だろうね、まあ、足が速いのか。だから先頭バッターとして塁に出てもらいたいから。ゲひでゲー、しかも怪我の治療中とか。代打で出てきた瞬間デッドボール。もう続行走ってくるかな。体が痛いから走れないよってなって、ゲー送ってきた。よし、しかし追い込んだ。バントはできない。ゲー走ってきた、頼む。わっきやくん、お見事。今もね、低め投げたからね、キャッチャー的にはあんま投げづらかったかもしれない。あぶんね。これさ、刺してくんなかったらちょっとやばかったよね。さあ、2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。ゲッ、そしてやら来た。第9、いきなりぶった切ろう。変化球はボール。第2球投げた。あぶねー。これは大丈夫でしょう、詰まってるから。取りました。これで3アウト。ファーストランナー残塁。7回の、さあここは守備を変えてくるようです。あれ、ピッチャーバンデンハーク。あ、そうだそうだそうだ、あれだ、 DH だ。内川、そのままベースを踏んでアウト。バッターは7番サンフランシスコ。第9、こいつは塁に出てもらいたい。初球から打ってた。オッケー。出塁率が異常なんだけど。いいバッティングを見せました。今日これで3打数の3安打。猛打賞だよ。バッターは代打日野。日野くんだね、アーチスト。これいけるんじゃん。よっしゃ、代打ツーラン。今シーズン第3号代打ツーランホームラン。初球を完璧に
ッキーと変わったのか。日野くんは打てるんだけどさ、ちょっと守備に難ありだからね。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。いやこれは見事だよ。バッターは9番、今日はライト。よし3対1、やはり後半に試合が動くな。打ちました、初球打ち、セカンド右横のフライになりました。取りました、これで2アウト、ランナーありません。でワンター第9、投げた、初球打ちました、センター前進、取ってアウト、3アウトチェンジ、うん、まあいいでしょう。さてどういう守備位置になるかな。日野くんがショートで、サンタちゃんがセカンドか。この回の先頭バッターは内川、見送ってストライク。この4番を見事抑えれば取れる。サンタちゃんは大丈夫。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは DH のデスパイネ、通算105本。サードもねそんなに守備がいいわけじゃないからね。3打数ノーヒット、左の方に飛ぶとちょっと怖いんだよね、強い打球が。第3球を投げました、見送ってストライク。三振男、投げました。意外に三振男も多いよね。ギリギリのところに決まった。これも大丈夫でしょう。宇宙間へのフライ、ライト前に出る、掴んで、これで3アウトになります。木をこの回ピシャッと3人で抑えています。バンデンハーグ降板。岩崎で、中田くん、ミートだからまず出よう。塁に初球引っ張った、ファール。第2球投げました。待って、左に弱いピッチャーも投げた、意外にいるね。取れる、取れないよね。ここから追加点があればでかい。ミッキーどうする。パワーヒとかはねついてないんだけど、ミートも悪くないし、基礎能力がね悪くないんだよね。まあ多分その代わり、しまったこれゲッツっぽい。その代わり特殊能力をつけられなかったのかな。タヌキくんがな最近ちょっとな打ててないよな。まあ、ミートが小さくなっちゃうからね、どうしても。好調、まあ普通以上の時はホームランを狙っていく。パワーがあるからすげえ飛んでいくな。7、8、9、3人で抑えたとしても7、8、9、柳田までもう1回回ってくるな。9回までに投げました、決まってストライク、軽く追い込んでまいりました。ここはちょっと3人で抑えたい。打ちました、おっとこれ取れないからね。中村いいバッティングを見せました。バッターは8番上林、守備が良かったら今のは取れそうな球ではあったけど、まあ、そこまで求めるのは酷だからね今のチームに。よし、キャッチャー落下手に入りました。あと9回のピッチャーがうち誰を出すかだな。このままゲッツーいけるか。いや木野くんちょっとやっぱりねちょっともたついたよね。まあまあまあ、でも日野くんは今日ね勝ち越しのホームランを打ってくれてるんで、みんなでカバーしよう。そういうところはよし取れるでしょ。リッキーオッケー。あれ終わりか。もう一回あると思ったらなかったわ。いや今日はでも日野くんでしょう。さて本日のほら、ゲームたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ピッチャーも頑張ってくれたよね。3対1、高校チーム2点差で勝ちました。勝利投手は清野、敗戦投手はバンデンハーグ。高校チーム今日は手に汗握るゲームを見せてくれました。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫でブルースタジアムよりお伝えいたしました。デスパイネを打ち取って、ソロホームラン、これは嫉妬を打たれたとこだね。内川にで、これスローカーブを狙われたやつだ。
って三振で、杉浦も頑張ったよ本当に。別に俺としては変えなくてもよかったんじゃないかなって思ったけど、まあ、うちの監督は結構厳しいんで割とポンポン変えるからね。うん、これもねタイピンがついてて見事ぶった切りで抑えたね。で、一比野くん、まあ、失投じゃなかったけどほぼど真ん中に入ってきたからね、見逃さず打ち込んだ。まあそんな感じでした。よーし、勝率的には今7割くらいあるかな、わかんない、そういうのってどうやって見ればいいんだろう。代打本塁打メダル、ゲー力丸選手全治2日の打撲。まあ2日だったらしょうがないでしょ。移動日、移動する、移動しちゃおう。えバット型キーホルダー、国重選手はあまり活躍できなかったです。調子が下がりました。ファンの率が減りました。かわいそう。ごめんね、活躍させてあげられなくて。で、次はマリンズ戦か。お、マリンズ。まあ、同率だけどビリじゃん。というところで、ソフトバンク3連戦は見事勝ち越しで、現在単独の1位ですね。まあ、最後のね、日野くんの代打ホームランが大活躍で、見事1位になりましたので、まあこのままねまた、試合試合大切にやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。